今日、北陸新幹線の金沢敦賀間が開業しました。沿線の各駅では早朝からイベントが開かれています。出発進行。新たに開業したのは石川県の金沢駅と福井県の敦賀駅を結ぶおよそ125キロの区間です。これにより東京と福井は最短2時間51分、東京と敦賀は最短3時間8分で結ばれます。いやー、最高でした。最高でしたね、本当に。やっと来たって感じました。はい、僕らのね、待ち望んでいた北陸新幹線がついに来ました。とても嬉しいです。チケットが取れたっていうのが一番嬉しいし、やっぱりこの開業の場面に立ち会えたっていうのはやっぱりすごく嬉しいですね。また今日から能登半島地震の被災地を支援する北陸応援割がスタートします。北陸新幹線の延伸と合わせて観光客の増加が期待されています。この後午後0時半過ぎからは航空自衛隊のブルーインパルスが沿線上空を飛行する予定です。